今日は入学式と入学と卒業された方に本当におめでとうございます。私舞鶴水産京都大学の舞鶴水産実験場で今研究しているインド人の生態の本来と申します。私舞鶴とか日本に来る前、インドの国立研究室で研究しました。それも私の 家から町から本当に遠いでした。家から電車でだいたい20時間かかっています。だから海の研究だ、研究でしたから、自分の家に帰るのを本当に待ちました。だいたい2、3ヶ月後1回家に行ってたんです。日本に来る予定になって本当に家から遠く行ってるかもみたいな感じがありました。今も毎日実験場行って家帰って、自分の舞鶴の家帰ってインドのこと考えたら、いつも土曜日待ちます。土曜日の2時になったら、インドじゃなくてもう一つ自分の家族に会う時間になりましたみたいな感じになります。それは本当のこういう気持ちがあります。朝から夜まで実験場でヒラメの魚、ヒラメの稚魚といろいろ遊んだりとか研究して、夜帰った時隣のおじいちゃんとかおばちゃん、お帰りなさい言った時、本当に落ち着きます。自分の家族はこんな遠いあるそのことが頭からなくなります。違う国じゃなくて自分の国の自分の町に今いる感じになります。だからこれからも川上の学校という学校の名前読んだら、普通の日本語を勉強したりとか教えたりしてる場所という頭でイメージがなるけど、これは普通の日本語の教室だけじゃなくて本当の国際家族みたい場所があると思います。だから川上の学校の先生方とか生徒たちに心から感謝したいと思います。これからも今までと一緒、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、パンダレさんありがとうございました。先ほどから先生方ちょっと涙がちょっと目がちょっとうるうるなっておられる。ありがとうございます。まだお手元飲み物とか食べ物も、お茶残ってるようでございますので、もうしばらくちょっとご歓談させていただきまして、閉会の方に進めたいと思います。どうぞもうしばらくご歓談ください。よろしくお願いします。